ばんは。前髪めっちゃいい感じ。やった、インスタの質問たくさん書いちゃった、ありがとうございます。こんばんは、皆様こんばんは。今日はちょっとだけ前髪を薄くしてみましたこうやって、いつもより暗く見える、画面の見方かな。いつもより明るく見えへん、この画面いつもそんな明るいっけ。いいね、ありがとうございます。今日はねちょっとね違うメイクをしてみた。あんま分からへんと思うけど、いつも結構ピンクメイクなんですけど、そんなに色使わずにメイクしてみたけど、これさやっぱ照明ないとあかんね。照明がないと顔が暗い。すげえ、たまやーや、こんばんは。わ、金魚だ、金魚。こんばんは今日は金曜日？わ、金曜日や。金曜日皆さん何してました？私は昨日 YouTube 2本撮って、今日も2本撮りました。いっぱいストックを作らないとね。串カツ食べてきました。いいなぁ、串カツいいね。ちょっと私のね最近のねあの目標っていうかね、ちっちゃいね目標があって、リアクションを大きくすることなんですけど、頑張ってリアクション、頑張ることでもないけど、心の中は全然リアクションでかいんですよ。えっみたいな、マジみたいな思ってるけど、それを出せない、なんか棒読みになっちゃうので、あんまり伝わらないじゃないですか、驚いてても。だからそれが伝わるように、あのしっかりリアル、しっかりリ、なんか消えちゃった、アプリが落ちちゃった。そう、リアクションをしようと思ってますリアクションがね、なんでやろな、なんか棒読みなんですけど、頑張ってリアクション取ろう。やっぱ見てて楽しいじゃないですか。私柏木由紀さんが好きなんですけど、柏木由紀さんってリアクション女王みたいな感じじゃないですか。だから見てて楽しいもん。めっちゃ目見開かはるもんなのでリアクション大きくするの目標。え、待って、もうすぐ、え、待って待って、いや、あれ待って、 1,2,3,4,5,6、 あ、ちゃうわ、全然ちゃうわ、下半期いつからと思った、全然ちゃうわ、9月からじゃないですね。1月から数えたら7月からで、4月から数えたら10月からか。どっちが正解なんですか？どっちでも言うらしいけど、一般的にはどっちですか？下半期、そうや、やばい、メラメラの告知してないですね。メラメラ NMB に出させていただくんですけど、
そこでもリアクションを大きくするように頑張ろう。私の成長を見に来てください。見守ってください。まあ人それぞれやんね。1年間だと7月から下半期、1年度だと、あ、そういうことか、10月かしら。やんね、全然9月からちゃうわ。もうすぐ下半期始まるやんって言おうとしたけど、夏休みが終わるだけやった。あれですか、お仕事の方たちはお盆休めましたか？お盆っていつまで？もう15日とからへんですかね。15日とかがお盆ですよね。休めましたか？もう仕事始まってるよね。大変だ。盆も年末年始も休みはありませぬ。盆おもろ。盆も、年末年始も休みなかったら、一生ないやん。一生ね、休みないやん。わ、金魚金魚金魚。休暇がないから平日に休める。平日ね、平日休みの方がなんやかんや空いてそう。どこも出かけたら。やっぱあれやな、いつものリップの方がいいな。なんか今日違うリップ塗ってるんですけど、めっちゃ乾くわ。めっちゃ乾く。やっぱいつもの品質のやつが一番いいね。こんばんは。花火大会行きたい。お祭り行きたい。お祭りないんかな、今年のお祭り。もう全部終わっちゃった？まだありそうやんな。ないかな。お祭り行きたい。花火大会とかならまだありそう。秋祭りあるかな。秋祭り？秋祭りなんてあるっけ。もうすぐ花火大会祭りあるやん。行きたい。せっかくなんで行きたいですね。あとあれや、さっき柏木さんの話したけど、なんでリアクションを大きくしたいかっていうと、もう一個理由があって、私結構 YouTubeを見るんですよ。 YouTuber さんの YouTube 見るんですけど、なんかそれを今まで何にも思わずに見てたけど、なんかなんて言うんやろ、客観的に見るんじゃなくて自分って置き換えてみた時に、なんか自分って嬉しいことあってもこんな大きい声出したことないなとか、こんなに笑ったことないなと思って、表情豊かな人って魅力的やなって思ったんですよ。だからなんかもうやったーみたいな、わーみたいなしてる人って可愛く見えるじゃないですか。可愛くっていうか、なんていうの、可愛らしく、なんか愛しく見えへん。わーよかったねーってなるじゃないですか。でそれがめっちゃ魅力的と思って、なんか別に可愛いと思われたいっていうよりかは、なんか
素敵な人になりたいなと思って、なんかリアクション素直な方が可愛いなと思っていいなと思いましただからリアクションでかく表現、なんか表現的に、表現者的にも表現力的にも喜怒哀楽あった方がいいやんと思って でもリアクションでかい人って誰やろ、かりんさんとかもでかい気がする、ゆいなさんとか誰やろ、リアクションでかい人、リアクションでかい西馬とかでかいな、わーみたいなありがとうございますみたいな、ですね。でもマジでゆきりんさんの話ってマジで見てて面白いから、みおちの自然体が好きだけど目標持つのはいいことだよね。そうリアクションでかくするっていう目標っていうよりかは素直にっていうか、なんていうんやろ、表現すること頑張ります。はい、その方がね配信とかラジオとかも聞いてて楽しいじゃんって思って、やばい唇乾燥しまくり、なんかいいリップないかな、ラジオは顔見えない分表現大事やね。そうなんですよ、そうなのよ潤ったけどまたすぐ取れそう。インスタ質問来てるかな、お、来てますね、嬉しい、ありがとうございます。今ね宣伝しとくとインスタで質問コーナーしてるので、よかったらぜひ見に行ってみてね、見に行ってみてねじゃないな、質問してみてね。インスタライブはまだできない、あそうや、私インスタライブしようと思ってたんやインスタライブしようかなと思ってたんや、なんでショールームにしたんやろ、いいんやけどインスタ見に来てくれますか。なんかショールームはさみんなさフォローしてくれてる人がもういるやん、すでに、けどインスタってゼロ人やったらどうしようって感じ、見に来てくれますか皆さん。じゃあ今日はちょっと質問箱してるからちゃう日にしようかな、ちょっと今日は質問回答するので今度します、いつしよう、来週しようかな。インスタフォローしてない人まだインスタまだフォローしてたない人喋れない、インスタまだフォローしてない人ぜひフォローしてねフ昨日と今日でめっちゃ YouTube 撮ったんですけど、4本も撮ったんですけど楽しみ、撮るのは楽しいねんけど、なんかあれなんですよね、なんて言うんやろ、
あんまり面白くできるかなってちょっと思ったりするんですけど、編集の技術をもっと上げようと思って、編集の技術上げて面白くできるように頑張ります頑張ろうと思っている。花火大会いいね。この背景やとめっちゃ花火大会行きたいってなるわ背景っていうかテーマ、この周りのやつ、お祭りいいね。私屋台で水飴が一番好きなんですけど、みんなは何が好きですか好きですか。私水飴大好き。あとチョコバナナと、あと焼きそばとか、好きですね。りんご飴いいね。りんご飴でもでかくない？食べれる？食べきれる？チョコバナナ一択いいよね。焼きそばです。お、一緒だね。かき氷はな、屋台のかき氷よりも店のかき氷が好きかも。屋台はねブルーハワイとかあっていいんですけど、最近はもうなんか桃とかメロンとかそういう果物果実ゴロゴロ系が話題じゃないですか。そういうのがいいよね。いいんですけどね、屋台のあのカップみたいなのも。でもほぼ溶けちゃうやんすぐ溶けちゃうやん。ちっちゃい頃は綿あめ好きだったけど、最近はあんまりですね。トウモロコシ好き。うわ、トウモロコシ普通に食べたい。焼きトウモロコシとかじゃなくて普通に食べたいトウモロコシいいよね。甘いやついいよね。いいね、トウモロコシ食べたいわ。あのペンギンの絵が描いたかき氷を見るとお祭り行きたくなる。あれってさ、なんで、あれなんやろな昔あれが流行ったとか、全国共通ですか。言おうと思ってん。でも私の地域だけなんかなとか思ったけど、全国？こんばんは。やばい、コンタクトがずれる。こんばんは。なんかさ、最近のお祭りやとさ、いちご飴とかマスカット飴とかありそうじゃない。あるんかな実際。リンゴ飴でも、リンゴ飴があるってことはあるんじゃない。最近お祭り行ってないんですよね。去年じゃないか、去年の前かなとか、8期生のキャンプあって行けなかった。キャンプじゃないや、公園とかぶったのかな、行けなかったり。お祭り用具作ってるとこがあの器出してんじゃない。ああ、なるほどね。
っちゃ棒読みやねんもん。へえー、そうなんかな。マンゴー味とかドリアン味ありそう。どこに？お祭りに？ドリアンの味ってどんなんやろ。でも私が今食べたいかき氷はもう圧倒的桃が乗ったやつですね。でも私桃のなんて言うやろ、桃の本体、本物の桃以外あんま好きじゃなくて、例えば桃水とか桃ヨーグルトとか桃ゼリーとかあんまり惹かれないんですけど、本物の桃が乗ったかき氷があるんですけど、なんかかき氷が桃味って美味しいんかなと思うけど、でも丸ごと桃が乗ってるっていうところに惹かれて食べに行きたいんですよね。伝わる？缶詰じゃなくて本来の桃ってことね。そう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 。だから桃は美味しくてもかき氷自体美味しいんかなって思うんですよね。なんか薄そうじゃない？美味しいんかな。そこが、そこが懸念点。美味しいのか。でも彩香と食べに行こうって言ってるんですよ。まだ決まってないけど日付。なので食べに行きたいな。やばい、あくび出そう。眠くなくてもあくび出るよね。でも桃最近食べてるんですよ、家で。おいしい。でも私黒蜜ミルクのかき氷もめっちゃ食べたくて、どこにあるんやろ。私ほのといったカフェにあったけど、もっと近くにないかな。京都にないかな。めっちゃ美味しかったんですよね。皆さん知ってない、知ってないですか？知らないですか？黒蜜のあるかき氷屋さん。黒蜜、わらび餅とかも黒蜜で食べたいもん。わらび餅食べたいな。黒蜜大好き。あくびがいっぱい出てしまう。眠くないんですけどね。わらび餅食べたいな。わらび餅食べたいっていうか、黒蜜が食べたいからわらび餅食べたいってちっちゃい時言ってたけど、黒蜜ってどこに売ってます？黒蜜単体じゃ売ってないよね。でも最近さ、秋が近づいてきたからさ、芋の季節ですよね。ミスドのやつ見た。さつまいもど。ナンバーウォークの三つ屋とか。三つ屋？何それ。
あんみつとかあるんやな。いいね。黒蜜スイーツ京都いっぱいあると思う。あ、マジ？どうやって探したらいいんやろ。黒蜜スイーツって調べたらいいのか。京都。おお、すごい。わらび餅の中に黒蜜が入ってるやつとかあるわ。あ、私茶団子も好きですね、めっちゃ。茶団子大好き。抹茶あるとこに黒蜜は必ずある。あ、そうなんや。抹茶と黒蜜は別？抹茶に黒蜜はちょっとちゃうねんな。え、でもありそう。調べてみます。黒蜜大好き。マジでほのと食べたやつ美味しかったんな。もう一回一人で食べに行こっかな。でもめっちゃ量めっちゃ多いわけじゃないから、ちょこっとしか食べれない。この時間ってあくびが止まらんよね。あくびが止まらないです。9時13分、もうちょっとしたら終わります。今日も私は編集しなきゃいけないんですけど、逃走中を見たいと思います。もう逃走中にハマってるんですよ。一気に見るわけじゃなくてちょっとずつ見てるんですけど、ちょっと見て休憩にちょっと見てで動いてみたいな。逃走中ブーム続いてるね。ブームなんかな、自分の中でブーム。セブンイレブンのチョコバナナがおすすめ。え、そんなのあるんですか。セブンイレブンのチョコバナナ、これか。待って、これ食べてた、マコとか。これセブンなんや。うわ、おいしそう。おいしそう、食べたい。いいね。今度買おうかな。26、台風直前でよかった。公園行くよ。わ、来週台風？何日に直撃やろ。何日ぐらいですか、関西。みんなの方が調べるより早そう。27。メラメラの日がやばそう。メラメラなくなってほしくない。台風は28日直撃。関西？
わあ、26公演なんですけど、マジ？そっか、メラメラやん。台風ちゃうわ、26セーフやんって思ってたけど、27、28、やべえじゃん、メラメラやねんけど。嫌ですね。頼むからどっかへ行ってくれ。メラメラ頑張りたい。メラメラの部屋どっか行っててほしいな。みよちライブは日曜にする。はい、みよちライブ、もう8月終わるんですけど、8月の分は日曜日にします。テーマはライブの曲たち、お楽しみに。じゃあ、あと3分で終わりますね。逃走中見ようっと。逃走中ちょっと見ようっと。前髪が伸びてきたんですよね。もうちょっとここの量増やしたいの。今日はね、アイロンせずに普通に適当に溶かして固めました。ここも何もしてない。メイクだけした。なんかさ、ラジオコーナーみたいなのしたいな。ほんまの一人喋りみたいな、ルームスで。公園でこの感じ出すむずいの寂しい。前髪？いけそう。私全然汗かかないんで。いや、嘘、汗かくけど、あんまり前髪ベタってならへんからいけそう。やってみようかな。10期生のみよちゃんが早くみよちとも共演したいって言ってたよ。共演って何や。共演したい？喋ろう。喋りましょう。喋ったけどな、ちょっとだけ。深く喋ってない。じゃあちょっとこの後ラジオ番組撮ろうかな。なんかみよちゃんカフェ行きたいって。みよちゃんって、みよちゃん、山口みよちゃんが私とカフェ行きたいってこと？名前一緒やからどういうことか分からへん。どういうことやろ。そろそろみよちにもジャンレディ出てほしい。それな、ジャンレディ出たいです。ジャンレディ、てんなちゃんめっちゃ出てます。てんなちゃん6回ぐらい出てます。私1回しか出てません。てんなちゃんずっと出てるイメージ。ほんで、あの話戻るんですけど、あのやっぱ配信もいいけど、配信ってさ、やっぱ画面見なあかんやん。結局コメント打ったりするには。けどほんまに私が
ライブじゃなくてもう撮ったやつをムービーで出してそれを聞きながら寝てもらうっていう感じにしたらいいよね。一つの話題に対して語って終わりみたいな、20分とか15分とかの。お便り読んでね、やりたい。ほんじゃあやろうかな。なんて名前がいいですかね。ミッドナイトラジオやったし、ミッドナイトって深い夜？ミッドナイトってなんや。ミッドナイト。深夜ラジオ？真夜中。苗字の声は安眠できそう。マジ？じゃあ今日第1回撮ろう。ああミッドナイトレディオ。ああそういうことか。私のラジオの名前がミッドナイトじゃなくって公式のやつの話ね。そういうことか。あそういうことか。ああ理解しました私のやつの案考えてくれたかと思った。私のラジオは何にしよっかな。はんなりラジオにしよう。じゃあはんなりラジオ今日第1回撮るので週1とかじゃなくて不定期なんですけど適当に載せようと。最初は多分あれやな、お便りないんですけどだんだんお便り募集してやっていこうと。ほんじゃあ20分過ぎたので終わりたいと思います。ランキング13位早川さんありがとうございます。12位ジョーさんありがとうございます。11位葵さんありがとうございます。10位レムさんありがとうございます。9位はやとみさんありがとうございます。8位コンソメさんありがとうございます。7位トミーさんありがとうございます。6位ゴーシさんありがとうございます。5位ジェフさんありがとうございます。4位おでん屋さんおでん食べたいありがとうございます。3位スーパーサブ48さんありがとうございます。2位力持ちさんありがとうございます。1位マスオさんありがとうございます。はいということで私はラジオはんなりラジオ、なんかポカポカラジオに似てるな若たんに似てる、はんなりラジオを撮ってみようと思います。第1回はほんまに適当に撮るけど第2回からいろいろ効果音とか BGM とか足していこうかな。はいでは皆さんありがとうございました。リアクションを大きくしたいみおちでした明日 YouTube 載せるので楽しみにしててください。ではではまた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 やってバイバーイ。